お時間となりましたので始めさせていただきます。皆さん改めましてこんにちは。はい、ありがとうございます。本日はようこそ名古屋港水族館にお越しくださいました。ただいまからベルーガの不思議な魚の食べ方というイベントを行います。ベルーガを担当しています金井がお話ししていきます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは早速ではありますが、皆さんに一つ質問がございます。ベルーガを今日初めて見たよというお客様どれぐらいいらっしゃるでしょうか。あ、ちらほらといらっしゃいますね。ですが、お、見たことがあるお客様も多いようですね。実はベルーガという生き物、日本では5つの水族館でしか見られないんです。実は珍しいイルカの仲間なんですね。ですので今回はそんなベルーガたちの特徴を最初にご紹介したいと思います。さあ今3頭のベルーガたち自由に泳いでいますが、ご覧になってお分かりいただける通り、ベルーガたちは体が全体的に白いのが特徴です。ベルーガというのはロシア語で白いという意味もあり、日本でも別名白イルカと呼ばれています。ですが生まれた頃は濃い灰色をしています。10年以上かけて真っ白になっていくんです。今来たベルーガ、実はまだ6歳のベルーガです。こちらは推定年齢19歳、見比べていただくと実は色が少しずつ違います。このように体の色で大人なのか子供なのか見分けることができるのもベルーガの特徴です。そして泳いでいる際見ていただいたときに、イルカたちの仲間では特徴的な背中にある三角形の背びれがないの、皆さんお分かりいただけたでしょうか。ベルーガたちは氷の多い海で生息しているため亡くなったのではないかと言われています。そしてベルーガたち、北極周辺の寒い海で生息しているため体には分厚い脂肪層がついています。また後でこちらのガラス面にベルーガたちを呼んでいきますので、そんなところも見ていただきたいと思います。さあそれでは早速ではありますが、ベルーガたちが来てくれないとちょっとわからないと思いますので呼んでみましょう。まず初めに来てくれるのはメスナベルーガ、推定年齢19歳です。グレーと言います。やってきてくれました。はい、皆さん、あ、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、上手にご挨拶できました。皆さんグレー見ていただくとお分かりいただけるかもしれませんが、体全体的に真っ白なのをお分かりいただけるでしょうか。はい、こちらのお客様にもご挨拶しましょう。はい、こんにちは。いやなんだか嫌なんでしょうか。ご挨拶しようね。こんにちは。さあさあさあ、上手にご挨拶できましたね。そして動いている際、グレーのお腹ご注目ください。少し脂肪がぷよぷよと動いているの、皆さんお分かりいただけますか。はい、こんにちは。はい、上手にこちらのお客様にもご挨拶できましたね。そして背びれがないのもお分かりいただけたと思います。それではグレー頑張ってくれましたので帰ってもらいましょう。はい、グレーありがとう。さあ次はそんなグレーから生まれた6歳の未来がやってきてくれます。未来はここ名古屋港水族館で生まれたベルーガです。さあまだ6歳ですが、上手にご挨拶ができるでしょうか。はい、やってきてくれました。では未来もご挨拶できるかな。はい、こんにちは。はい、上手にご挨拶してくれています。そしてはい、今未来回ってくれています。お腹、未来はちょっと分かりにくいかもしれませんが、少し動いているのをお分かりいただけるでしょうか。ベルーガはこのように分厚い脂肪層で覆われています。そしてグレーに比べると
少し灰色がかっているのもお分かりいただけますか。未来はまだ6歳なので少し灰色がかっています。そして口を開けた時、皆さんくるくる動いているのをお分かりいただけますか。ベルーガ、実は口の筋肉がとても柔らかいんです。なんか出てきたね。さあ、そんなところが今回のテーマでもありますので、皆さんぜひベルーガは口の筋肉が柔らかいというのを覚えておいてください。それでは未来にも帰ってもらいましょう。ありがとう、上手だったよ。さあ、それではお次は最後のベルーガ来てもらいましょう。この未来のお父さんがやってきてくれます。さあ、そっちがいいかな。はい、未来のお父さんです。名前をホドイと言います。推定年齢はなんと40歳。そうなんです、とても高齢なベルーガです。おでこがガラス目にベチャっとひっついているのお分かりいただけるでしょうか。これはオスのベルーガの特徴で、オスのベルーガはこのメロンという部分が大きくなるんです。そしてグレーやミライに比べると胸びれが少し反っているの、皆さんお分かりいただけますか。これもオスのベルーガの特徴なんです。さあ、それではホドイ。ありがとう、ホドイができるのはこれだけです。はい、今回のイベントでは最初で最後の登場でした。ホドイありがとう。さあ、それでは3頭のベルーガたち上手にご挨拶してくれましたが、ここからはそんなベルーガたちの餌のお話をしていきたいと思います。野生ではベルーガたち魚の他にイカやエビなど様々なものを食べていると言われていますが、ここ名古屋港水族館では3種類の魚を与えています。一つずつご紹介したいと思います。まず皆さん、こちら何か分かりますか。サンマ。あ、サンマちょっと違うかな。あ、ニシン。元気な声で答えてくれました。ちょっと早い正解でしたが、これはニシンです。お腹の中に数の子があるのも特徴ですね。ベルーガたちにはニシンという魚を与えてます。そして2種類目、こちら、こちら何でしょうか。ちょっと皆さんはスーパーで見たことがあると思うんですが、あ、いや違うかな、少し小さめです。サケ。あ、違うな。さあ、何でしょう。スーパーでヒラキのサバも違うかな。アユも違います。さあ、お父様方はお好きな方多いんじゃないでしょうか。味でもないです。ホッケ正解です。見事ですね。これちょっと小さめですが、実はホッケという魚与えています。そして3種類目、ちょっとこの魚は見たことがない方も多いかもしれませんが、味じゃないです。これわかりますか。サンマ、確かに形がとても似ていますね。稚魚はコウナゴとも言います。という声いただけました。実はこの魚、イカナゴという魚です。正式にはヒタイカナゴとも言います。あ、知ってる。すごいですね、イカナゴ。あまり見たことがないお客様も多いかもしれませんが、ベルーガに与えている魚です。そしてこのイカナゴといった魚、少し変わった特性を持っています。そこを今回のイベントのテーマとなっているのですが、ちょっとパネルを使って皆さんにご紹介しようと思います。よいしょ、しますね。こちら皆さん見えますか。砂をベルーガが見つめています。実はこの砂の中にはイカナゴが隠れているんです。あ、今いなくなってしまいました。イカナゴ見えますか。はい、イカナゴは砂の中で隠れて天敵から身を守るという特性があります。ですがベルーガたち砂ごと食べるわけにはいかないので、このイカナゴどのように食べているのか、そんなところを皆さんに今回見ていただきたいと思います。さあ、それでは
飼育係お手製の実験装置を下ろしてもらいましょう。さあ、中央からゆっくりと降りてきました。さあ、降りてきましたね。この透明な部分に実はイカナゴが入っています。はい、たくさん入っています。砂の中にイカナゴたち隠れていますので、ここを砂だと思って皆さんぜひご覧ください。さあ、早速未来やってきてくれました。6歳の未来、どのように食べるでしょうか。はい、今未来何してますか。イカナゴが舞い上がってきました。そして食べましたね。どのように未来食べていますか。あ、吸って食べてます。そしてその前に何かしていますね。何していますかね。吐いてます。そうです、正解です。未来は水をイカナゴに吹きかけて吸って食べています。さあ、満足したのでしょうか。帰っていてくれました。上手に見せてくれましたね。それでは次はお母さんのグレーに見せてもらいましょう。さあ、グレーは未来と違ってどのように食べてくれるでしょう。グレーの服、量にもご注目ください。さあ、グレーがやってきてくれました。はい、一気に巻き上げて2、3本一気に食べましたね。さあ、グレーは一度に2リットルから3リットルほど水を吹くこともできちゃいます。これは先ほどお見せしたベルーガが口の筋肉がとても柔らかいからできることなんです。はい、つるつると気持ちよく入ってきますね。またこの時胸びれでもしっかりとバランスをとっています。さあ、数本苦戦していますが、出てます、グレー出てますよ。はい、出たのも見逃さず食べましたね。さあ、ベルーガたち、私たちと同じ肺呼吸をする動物ですが、餌に必死で呼吸もしずに一生懸命食べてくれています。さあ、上手に食べてくれました。グレー、ありがとう。ありがとうございます。さあ、皆さん、お分かりいただけたでしょうか。ベルーガたちは水を吹いて巻き上がったイカナゴを吸って食べています。自然では砂に向かって水を吹きかけて、中で眠っている生物が驚いて出てきたところを食べていると言われています。さあ、上手にグレーと未来が見せてくれましたね。それではここからは、そんな口の柔らかいベルーガたちに得意な種目を見せてもらいましょう。さあ、早速また未来がやってきてくれます。はい、やってきてくれました。そうだよ、こっちだよ。はい、可愛らしくやってきてくれましたね。皆さん、口が柔らかいのも忘れないでくださいね。はい、プルプルとしてくれました。それではこんな未来にバブルリング見せてもらいましょう。よし、頑張るよ。せーの、はい。あ、今すごい空振りしたね。一回呼吸吸ってきてもらいましょう。うんちもしてますね。いいよ、呼吸してきて。はい、なぜかバブルリングしてくれました。ありがとう未来。でも呼吸してきていいよ。さあ、それではちょっと未来一度帰ってもらいましょう。そしてもう一回来てもらいましょう。さあ、未来まだまだ6歳ですので、もう一度頑張ってもらいましょう。未来は鼻から出した息を吸ってバブルリング作ってくれます。さあ、それではいきますよ。せーの、はい。はい、上手に見せてくれました。未来、上手。うん、上手でしたね。上手でした。それではとても上手にできたので帰ってもらいましょう。そして上でたくさん褒めてもらいましょう。未来、上手でした。ありがとうございます。それではお次はお母さんのグレーに見せてもらいましょう。グレーは未来とまた違ったバブルリングを見せてくれます。はい、やってきてくれました。はい、グレー、こんにちは。はい、ありがとう。
それでは早速見せてもらいましょう。ブレーンは一度上に上がって降りてくる最中に吹きます。皆さん上をご注目ください。はい、とても綺麗でしたね。綺麗、すごい綺麗、上手でしょうと。ブレーンもちょっと自慢げですね。上手だよブレーン。さあ今皆さんお写真収められたでしょうか。もう一度言ってもらいましょうか。いきますよ。さあ皆さん上にご注目ください。はい、綺麗に作ってくれました。グレー上手です。上手上手。うん、ありがとう。とても上手ですよ。さあそれでは皆さん、ベルーガが口がとても柔らかいということお分かりいただけたでしょうか。それではグレーからお別れのご挨拶してもらいましょう。はい、皆さんこさよならさよなら。はい、上手に胸びれ振ってくれました。ではグレーありがとう。さあ皆さんいかがでしたか。今回はベルーガならではの魚の食べ方ご紹介しました。またこんなベルーガたちに会いに来てください。それではこれでベルーガの不思議な魚の食べ方というイベント終了させていただきます。最後までご覧いただきありがとうございました。この後も長屋港水族館でごゆっくりお楽しみください。